こんにちは。賃貸のまさきイメージキャラクターのまかすくんです。本日は奈良市歌姫町にございます。頭の方に来てございます。それではまかすくんと一緒にご紹介をさせていただきます。まずはこちらが玄関のフロアとなっております。さあ玄関の方ですね、しっかりとスペースの方がございまして、シューズボックスなど置いていただけるようになっております。まずはこちらですね。はい、こちらすぐがダイニングとなっております。玄関入りまして、すぐのこちらですね、ダイニングとなっておりまして、大変綺麗なですね、ダイニングとなっております。さあ、キッチンの方もですね、さあ、しっかりと収納の方がついております。キッチンとなっておりまして、大変使い勝手のいいキッチンとなっておりますね。では、こちらのダイニングの方からですね、さあ、扉を開けていただきますと、こちらですね、お手洗いとなっております。さあ、こちらのお手洗いもですね、ウォシュレットがつきました。大変清潔感のあるお手洗いとなっております。またこのようにですね、奥の方にも扉がございまして、こちらの扉を開けていただきますと、さあこちらがですね、洗面のフロアとなっております。さあこちらには、はい、室内の洗濯機置き場となっておりまして、奥の方にはですね、独立の洗面台の方がついております。またですね、こちらの方に行きますと、はい、こちらがお風呂場となっておりますね。お風呂場の方もですね、大変綺麗なゆったりと入っていただくようなお風呂場となっておりまして、さあこのようにですね、窓の方もついておりますので、しっかりと換気をですね、していただくようなお風呂場となっております。ではですね、またダイニングの方に戻りまして、お部屋のご紹介をさせていただきます。まずはですね、こちらが洋室となっております。大変綺麗な洋室となっておりまして、さあこちらもですね、窓の方がついておりますので、しっかりとですね、日当たりのいいお部屋となっております。さあ、収納の方もですね、このように押し入れタイプの収納の方がついておりまして、しっかりとですね、奥行きのあるタイプのですね、このような収納となっております。またですね、こちらのお隣の方もですね、こちらは洋室となっておりまして、さあ、こちらの洋室の方もですね、日当たりのいい洋室となっておりまして、こちらはですね、専用庭の方に出ていただきます。またこちらの方にはエアコンの方がですね、1台完備となっております。専用庭の方もですね、さあこのようになっておりまして、大変広いスペースが確保されておりまして、はい、このようにですね、洗濯物を干していただけるようなスペースもきちりと確保されております。はい、それではこちらの物件のご紹介の方は以上となりますが、最後にまかすくんの方からお知らせの方がございます。賃貸のまさきではネット予約サービスやお迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。